イギリス知的財産庁、またはイギリス知的財産県庁は、イギリスにおいて知的財産を所管する政府機関である。知的財産庁は2007年4月2日から用いられている通称で、正式名称は特許庁。本部庁舎をウェールズ南部のニューポートに置く。イギリスにおける特許制度の歴史は1449年にまで遡るが、 イギリス特許庁は1852年に世界初の近代的特許法の成立とともに設立された。そして1875年には1839年設立の衣装登録書の職務が移管され、1876年には商標登録を行うようになった。庁舎は長らくロンドンにあったが、1991年に現在地のニューポートに移転した。 また、かつては、貿易産業省の株機関であったが、2007年6月に、イノベーション、大学、職業技能省の株機関となった。さらに、2009年6月には、イノベーション、大学、職業技能省のビジネス、企業、規制改革省との統合に伴い、ビジネスイノベーション、職業技能省の株機関となっている。現在は、ビジネスエネルギー、 産業戦略賞の歌舞伎館である、ありがとうございます。